冬来たりなば春遠からじ。中山競馬場で行われる素質あふれる春名たちの朝日杯フューチュリティステークスです。ゲートが開きました。先行争い、さあ何が行きますか。内から大本級、外を通っては景気フレバー出てまいります。3枠の1頭、こちらは染め分け棒の浅草元気。この位置です。安城との息もぴったりのカシアス、外の方からダノンスマッシュ、競り合うようにして外アイアンクロー、続いて差がなくフロンティア、外よりケイアイオーテックダノンプレミアム、この位置です。ここからどういったレースを見せるのでしょうか。内を見るようにしてヒヒコスマー、外の方からヌズコローソ、前半の 800m を通過しました。46秒台。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。ここで先頭変わってライドオン級ケイキクレバー、ピタリと2番手追走。イージマーズ早くもここで動いた。スケルビオ差を詰めてきた。そして間からダブルシャープ、ヌズコローソ差を詰めてきた。そして間からカシアス、各馬第4コーナーを回りました。先頭はケイキクレバー、ダノンプレミアム、6番手まで上がってきた。ダノンスマッシュ追走、ダノンスマッシュここで先頭に立った。ダノンスマッシュ先頭、外の方から浅草元気、先頭はダノンスマッシュ、外フベルビオ、続いてカシアス1着ダノンスマッシュ、2着にはフベルビオ、そして3着にダノンプレミアム。ここで並んだ。ケイティクレバー頭一つ抜け出した。これは大激戦、横一列、先頭わずかに。ダノンスマッシュ、ダノンスマッシュ、蹴り合いの先頭、続いてライボーン系、先頭はダノンプレミアム、蹴り合いのテック追走、ダノンプレミアム、強い強い、今ゴールイン、勝ったのはダノンプレミアム、2着。